間が限られておりますので、代表してプロレス研究部 OB であり初代実況である松村邦弘様の祝電を紹介させていただきます。九州産業大学プロレス研究部設立30周年おめでとうございます。プロレス研究部に入部して本当に良かったと思っています。当時は古市一郎のリングネームでプロ研初代の実況を担当していました。九産大から芸能界へ入って27年、未だ親身になって心配をしてくれる顧問の徳永さんをはじめプロ研の先輩の方々、一生付き合える仲間を得られたことが自分にとっての財産です。生活が苦しくて大変な時、片焼きそばを箱ごといただいたこと、いただいたご恩、感謝しても感謝しきれません。母校への感謝を忘れず一生懸命頑張ります。太田プロダクション所属、松村邦弘様より。それではスケジュールの都合により本日出席できなかったプロレス研究部にゆかりのある方々からのボイスメッセージを紹介させていただきます。まずは DDT プロレスリングで失礼しました、ご活躍されている原島選手からのメッセージです。 DDT プロレスの原島です。この度は九州産業大学プロレス研究部の30周年おめでとうございます。これからも40周年、50周年、100周年と続けていきましょう。もちろんその時もお祝いメッセージ送ります。なんでかってそれは鍛えてるからだ。次に新日本プロレスリングでご活躍されている真壁刀義選手からのメッセージです。新日本プロレス真壁刀義だ。九州産業大学プロレス研究会創部30周年誠におめでとうございます。おいこの野郎、おめえら覚えてるか、十数年前によこの俺様がよ KFC によ、おい殴り込みかけたら覚えてるか、この野郎。そんなこんなもありながら今の俺があるんだよ。おい九州産業大学、これからのよますますの発展に期待しておりますので、本日おめでとうございます。それでは最後にプロレス研究部第30期会長清田より皆様へご挨拶。皆さんこんばんは。ありがとうございます。プロレス研究部第30期会長の清田と申します。本日はプロレス研究部ナイターマッチにお越しいただき誠にありがとうございます。おかげさまで私たちプロレス研究部は今年で30周年を迎えることができました。これもひとえに皆様の支えのおかげであると実感し、深く感謝をするとともに、この記念すべき年に会長できることを心より嬉しく思います。今年はメモリアルイヤーということでプロレス研究部を卒業され、現在プロとして活躍されている素晴らしい先輩方をお招きして特別に記念試合を行っていただきます。間近で見る迫力に圧倒されること間違いなし、一夜限りのスペシャルマッチをぜひお楽しみください。そして現役レスラーもですね、今宵長年空位だったタッグベルトを復活させ学生の最強を決めるインターヘビー級とともに2大タイトルマッチを行います。プロの偉大なる先輩方に負けないように全力で試合を行いたいと思いますので、どうかぜひ最後までお楽しみください。そしてこれからもプロレス研究部をよろしくお願いいたします。これをもちましてプロレス研究部設立30周年記念セレモニーを終わります。それではただいまより大変長らくお待たせいたしました、試合を開始いたします。さあ試合